はいどうも、ラッチステーションのラッチです。今日は8月4日、箸の日ということで、チョップスティック、まあ、つまり箸のね、箸系の技をやってみました。ヨーヨーではこういう風に指の間を通すトリックをチョップスティックトリックと呼んでいます。僕は結構チョップスティック系トリック好きですね。コンパクトに丁寧に技を収める感覚が結構癖になるので、皆さん今日はチョップスティックに挑戦してはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価よろしくお願いします。それではラッチステーションのラッチでした。また明日。